思い出のガンプラキットレビュー集。ハイグレードユニバーサルセンチュリー。ガンダム。ハイグレードユニバーサルセンチュリーとは、1999年の世紀末に登場以来、現在まで続いている、大人気のガンプラシリーズである、宇宙世紀、つまりユニバーサルセンチュリーに登場するモビルスーツを、バンダイさんの最新技術でキット化してしまおうという、夢のようなガンプラシリーズなのだー。ハイグレードユニバーサルセンチュリーのガンダムは、2001年の5月に発売された。当時のバンダイさんの開発スタッフの汗と涙の結晶である。いろんな意味でガンプラの基本とも言えるキットなんで、ガンプラブーム以来、ガンプラを作っていねえ出戻りモデラーのおっさんには、リハビリにうってつけのキットなのだー。値段は1000円ぽっきり、安いねえ。熱燗とおでん頼んだらこのくらいだよねえ。旧キットで言えば、G アーマークラスのキットというわけなのですよ。旧ハイグレードのガンダムにあったコアファイターの変形や、コアブロック内蔵のギミックはオミットされてシンプルな構造になっているのですよ。基本的なプロポーションは、4月に発売されたジムと変わらないものの、肩関節が前後にスイング可能で、これまでの144分の1スケールのガンプラでは不可能だった、ビームライフルの両手持ちのポーズが取れるようになっているのが売りなのですよ。ジムでは一体成形だった足首のフレーム部分が、別パーツになったんで超素敵。他の関節も自由度が高く、さすがに満を持して発売されたキットなだけはあるのだー。武器は、ビームライフル、ハイパーバズーカ、ビームサーベル、シールドが付属。同スケールのコアファイターもついてるぜ。ビームライフルはスコープとフォアグリップが稼働。ハイパーバズーカは無理なく肩に担げるほか、腰にマウント可能だよ。ビームサーベルは2本付属し、刃の部分は当然クリアパーツなのですよ。シールドは、手持ちできるほか、前腕部やバックパックにも取り付け可能。ラストシューティングのシーンはもちろん、劇中のあらゆるポーズが再現可能な傑作キットなのだー。しかーし、抜群のプロポーションを誇るキットなんだけど、意外にストレスが溜まるポイントがござりまする。出戻りモデラーは騙せても、長年ガンプラ作ってるやつは騙せないのだー。ってなわけで、上から順にケチをつけてみましたぜ。まず頭部、フェイス部分が別パーツになってるんで塗装も簡単な親切設計だよ。旧キットで苦労した経験のあるやつには感動ものなのですよ。問題はアンテナだよねー。最近のガンプラでは、アンテナなどの尖った部分には安全対策として、ブロック状の余剰パーツがついてるんだよねー。ここってもともとこんなデザインじゃねーの。なんて、マジでそう思ってる最近の若い衆はともかく、余剰パーツを切り取ってアンテナをシャープに削るのは、モデラーなら当然の行為なのですよ。でもねえ、ガキの頃ならともかく、大きくなったおっさんの手で加工するわけだから、うっかり、必要以上に力が入っちゃうこともあるんだよ。そんでもって、ポキッとアンテナが折れちゃって、ついでに心も折れちゃって。お、いや。なんて思っちゃって、積みプラがまた一個増えるわけだよ、とほほほほー。最新の注意を払って、アンテナをシャープにしたのはいいけれど、ちょっと倒れたら、あっさり折れちゃったりしたもんだ。この頃はアクションベースが無駄なかったからねー。以後、飾るときはアクションベースは必須だよ。この頃のキットはアクションベースに似たようなんで、加工が必要だけどねー。胸部は、ダクトのパーツがブロックなんでもっさりした印象だねー。ジムもそうだったんだけど、なぜかジムでは気にならなかったねー。簡略化されてるのがジムの基本設定だからねー。とはいえ、ガンダムではそうもいかんでしょう？ここはフィンの間に溝を掘って、シャープに加工すると良いのですよ。腰のフロントアーマーは左右繋がってんだよね。片足上げたら両方上がるよ。参ったねー。ガンダムの場合は、フロントアーマーの中央の軸にストッパーがついているんで、そこを中央でカットすれば、フロントアーマーを独立稼働させることができるのだー。失敗して心が折れちゃったら、積みプラにしなさいよ。腕部はねー、シールドを固定する穴っぽこが気になるんじゃー。ってなわけで、パテで埋めましたよ。本当にね。手首のポリパーツも意外に目立つんで、プラ板で軽く塞いだよ。ジムでは本当に気にならねえのにねー。設定って重要だねー。そんでもって、このガンダムには手のパーツが拳のやつしかついてねーよ。なので、ジムの平手をつけるのが定番工作なんだよね。でもねー、ジムの平手は左手のしかねーよ。だもんで、指を根元から切り取って、右手に改造するといいのですよ。パーツを注文しないといけないけどねー。バックパックの穴っぽこも気になるやつは、パテで埋めるか、蓋を作るべきなのですよ。ノズルはカッターで薄く加工しようね。サーベルラックが設定通りのハの字になってないんで、ここも回収すべきだねー。あとは、シールドだねー。シールドにはでっかいダボ穴があるんで、目視できる引けがあるんだよねー。ヤスリがけしたら消えるんで、ヤスリがけは必須なのだー。ってなわけで、基本的にガンダムは手が抜けないんで1個しか買わなかったわけですよ。すぐみで作るならジムの方が簡単だしねー。でもまあ、その後、限定版とかセット売りのガンプラが腐るくらい出たもんで、結局買っちゃったんだよねー。あと、ダチにお歳暮でもらいました。作らねえから、やる。